忠頼公のお話をご存知ですか。名は知っておる。してどのような話なのだ。その鎧は身につけた者に力を授けると言われています。誤った者の手に渡れば災いが起きるとも。災いとは恐ろしいな。話の子細を教えてくれ。鎧についても。でしたら琵琶法師が力になれるはず。アザモと筒の境の川の近くにまだいると思います。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは得心がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる日、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。Thank you.
よし。こちらの精鋭を出せ。邪魔がドルチン。オルト。そそつめるの。バスタツだ。どうしよう。やったやった。やっていこうな。よし、ほら。
力がお湧くかたりをお参いたしましょう。はるか昔忠頼なる者の符が狭間村を海賊から救ったのです。お侍どうぞこしらえ。 面白い話を知っておるようだな。幾もごとせの昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり。さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど仇ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊どもを押し寄せるに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生のほど、八幡の鎧も消えうせっけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の
訪ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこは阿座もの北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。猛虎を倒すためならば手段は問わぬ。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。走れ。政子殿はご子息を連れて大巫女へよくいらっしゃったな。我らが遊ぶ姿を見ながら母上と茶を楽しんでおられた。
よし、いい子だ。開けろ、トラ。紫の菊だ。この花のことを講師が話しておったな。冠に続いておるはず。頼りの鎧があるはず。こうだ、まだ新しい。中に何かあるようだ。忠頼の庵への地図。
変わったことはないか。あ、まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。もし、あなたもアザモ勢のご加勢に。聞いたことがないな。百姓と領主が蒙古と戦うために結託したのです。私は稽古を任されました。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに。それが時を過ぎても誰も現れず、探しに参ろうかと。どこをいたそう。ここにも紫の菊、忠頼の庵は近いな。険しすぎて登れぬ。別の道があるはず。
誰の墓だろうか。時は経ち流れ静まる。ただよりは安き心もて弓引かばあまたを射抜く。紫の冠と同じ子を焚いて間もない。長尾家の家紋だ。ただよりの一族。ここで何をしている。即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井仁、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。殺したくはない。諦めろ。忠頼様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓所を汚しおって。同胞にあらず、猛虎だ。薄汚い、盗人風情。負けてなるものか。
立ち泥棒がよく戦うな。我が名は楓、忠頼様の末裔です。侍は全て殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公は阿座浦を永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。阿座浦を見守る村の裏にある山か。よし、ソラ。ソラ！かけろ、ソラ。お侍様、ここを通ってはなりません。
よし。奉仕を。アルボ、役を果たして。やるぞ。どうし。奴ら奉仕を。奴ら奉仕を。待たせてしまったな。酒井様、よく来てくださった。
忠頼の末裔に導かれた。何があった？忠頼公の嫡男が書いた巻物を蒙古が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか？いえ、酒井様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあ、ご自分で手にしてください。忠頼の石碑だ。忠頼の鎧、絵も言われぬ美しさだ。下がっておれ。蒙古を近づかせぬ。手が来るぞ。無事か？はい、社会様。
利口の再来かと思いました。まさに弓取りのための鎧だ。あなたにお話ししてよかった。さてそろそろ出立いたします。